広報の本田冬樹です。今日は能葵の上のしてお勤める山井綱生さん連れの井上義明さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。葵の上についてどんな曲とか見どころみたいな話をいただけますか。はい、能の葵の上、タイトルである葵の上というのは光源氏の正妻ですね。舞台上では小袖で表しますけれども、私が演じます、主人公は、六条の御息所、元皇太子妃、そして、光源氏の、愛人ということでありますが、正妻葵の上で光源氏を取られてしまって、車争いとかですね、源氏物語の中で有名な物語ありますけれども、恋の苦しみを受けます。で、恋に敗れた苦しみというものが、幽体離脱のようにですね、生き霊として魂だけが抜けてしまいまして、その病床に伏している葵の上に悲しみとか、怒りとか、ジェラシー、そういったものをぶつけていく、非常にこう情念のこもった、曲です。最終的には有名な般若という面をつけて鬼の姿になってしまいますが、与川の小聖というお坊さんによって自分がなんと浅ましいことをしてしまったのかということで、成仏というんでしょうか、自分は元の姿に帰っていくというですね、恋の妄執を描いた、大変この中では不朽の名作と言われているんですね。じゃあ次に連れの井上さんに、まず連れはどんな人で、最初何をやってるのか、ちょっと初めての人には分かりにくいと思うんですけども、連れが照日の御子といって、あずさ弓の使いということになるんですが、あずさ弓というのは弓を鳴らして、生き霊とか死霊とか霊を、呼び出す、御子になります。やばいね、知ってる葵の上の病気の原因を探るために呪文をかけて霊を呼び出すという、それで始まるわけですね。今回動画配信ということで、普段の能舞台とは感じが違うと思いますけども、そういうところに気を使うというか、まずじゃあ押しての綱生さんから。コロナ禍によってですね、能楽器は大変な状況であります。お客さんはいないという状況でありますが、カメラの向こうの皆さんに能の素晴らしさ、コンパネの素晴らしさを伝えるために、一生懸命演じたい、舞いたいと思っています。井上さんから何か。特に動画配信だからといって普段と変わることはなくて、むしろ普段ですね、舞台でやっていることを同じようにしっかりとやることで、皆様にも舞台に来てご覧いただくのと同じ気持ちでご覧いただけるように、そういうつもりで演じております。先日から地方の方に稽古に行っていると、やっぱり地方の方がなかなか東京まで能を見に来れないときに、動画だと見れるんで ものすごく嬉しかったという話をお稽古の時されて、やっぱりこういう事業って今までなかなか能の業界ではなかったですけども、大事だなと思ったところです。どうぞ、舞台頑張っていただいて、皆さんに熱い思いを届けていただきたいと思います。では頑張ります。どうもありがとうございます。よろしくお願いします。